名古屋ドームからお伝えしてまいります。中日ドラゴンズ対東京ヤクルトスワローズの一戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、デーゲームナイトゲームで選手の感覚は変わったりするものなのでしょうか。まあ人によっては違うと思うんですけど、僕はデーゲームもナイトゲームもあんまり変わらないですね。あ、そうですか。里崎さんは影響なかったということです。まずはドラゴンズの先発根尾が名古屋ドームのマウンドに上がります。どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。里崎さん、リズムに乗るためにも先頭バッターをしっかり抑えたいですよね。まあやっぱりこの先頭バッターをしっかり抑えることが重要になってきますからね。はい。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。さあ2球目は何か。絶妙ですよね。はい、低めにストレートが決まっています。縦の変化球持ってきました。ワンボールツーストライク。打ちました。春下げ抑えています。ワンアウト。バッターは2番に入っている山田。まずはワンアウトを取っています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。外へのカーブ外れました。3球目は何で来るか。ボールになります。ここはファールを落とせるようなボールでもいいですよね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。外のボールに手を出しました。2ボール2ストライクと追い込んでいます。弾き返した打球はレフトへ。大島が掴んで2アウト。打順は3番塩見。2アウトになっています。先発ピッチャー根尾、そしてキャッチャーは木下。このバッテリーをスワローズ打線がどう攻略していくか。初球は何から入ってくるか。
初球ストライク。高め、際どいコース決まっています。あっという間に2ストライクです。打ちました。これはどうだ。一塁アウト、スリーアウトです。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。里崎さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのあたりでしょうか。まあ勝っていくためには1番バッターの出塁っていうのはね、やっぱり欠かせないですよね。そうですよね。スワローズマウンドに上がるのは先発の小川。どう抑え込んでいくのか注目です。バッターは大島。さあスワローズはエースが登板ということになります。さあそのエースをドラゴンズ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。初球ボール。アウトコースへ決めました。低めストレート、ストライク。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。ワンボールツーストライクです。見逃し三振、ワンアウトです。バッターは2番に入っている三好。小川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球はボールになりました。打ちました。ファウルゾーン切れそうです。ファウルになります。ここもファウルです。4球目は何で来るか。アウトコース打ちました。山田が掴んで2アウト。バッターは DH ビシエド。2アウトになっています。さあまず1球目、最初は変化球できました。ストライクです。これが3球目、インローボール。インサイド落ちました。切れました。ファールボール。5球目は何で来るか。インサイド落ちました。これもファウル。バッター打球はレフトへ。最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。この回ドラゴンズ三者凡退です。2回になります。スワローズの攻撃、バッターボックス村上。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。
さあ小宮山さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。ただまだバッターも様子見しているところもありますからね。2巡目以降でどう抑えていくかでしょうね。なるほど。さあここからどう抑えていくかも注目です。さあどうだ、スタンドには届きません。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあそして打席にはサンタナ入っています。さあ得点圏には先制のランナー。まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。なるほど、そうですよね。いいコースですが外れています。力のあるまっすぐですね。はい、低めのストレート、ストライク。打ちました、取った、アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。いや抜けていればもちろんタイムリーというところでしたが、よく守っています。里崎さん、今のプレーご覧になっていかがですか？まあこれは素晴らしいプレーですよね。さあそしてバッターボックスには青木が入ります。さあワンアウトになりましたが、ピンチは続きます。まあやはり先制されるのは避けたいですから、しっかり集中したいですよね。なるほど、そうですね。最初から際どいコースを狙ってきました。思わずバットが出たような形です。ストライクを先行させていきます。追い込みました。二塁牽制、二塁タッチもセーフ。スライダー外れてボール。このピンチ見逃しで三振を奪いました。まあここは2アウトになったんで、だいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振で2アウトとなっています。ここで先制点を与えるわけにはいきません。三振で2アウトです。まあバッターね、変化球を待ってたんでしょうね。さあそして打席には尾花入っています。さあ2アウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあここもしっかり抑えて先取点を与えないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。最初は変化球できました。次が2球目、大きく枠を外してきます。ボール先行です。さあ3球目は何か、打ちました。大きな打球になった。センター下がる、抜ければ先制ですが、二塁へ送球。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。スワローズ1点を先制しました。センターオーバーのタイムリーヒット、1対0ドラゴンズ、なおもピンチです。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。もう少し慎重に行きたかったですね。この一打で先制点を奪われました。さあそしてバッターボックスには中村が入ります。さあなおもピンチが続きます。ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですね。まずはストライク、
2球目は何で来るか。高めのボール打ちました。レフトへ打球伸びる。大島が掴んで3アウトです。しかしこの回スワローズ見事な攻撃でした。1対0、スワローズ先制です。2回裏に入ります。さあドラゴンズ、この回は4番から始まります。中田が打席に入ります。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。これが1球目、ファウルになります。まあ、変化球を狙っていたかもしれませんね。ストレートに振り遅れてますよ。引っ張った。レフト前ヒットになります。二塁へ送球する。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッター出ました。ドラゴンズノーアウトランナー二塁です。さあそして打席には細川が入っています。さあ一打同点のチャンス。序盤に追いついてくれるとピッチャーは気持ちが楽になりますからね。なるほど、そうですよね。まず際どいコースから入りました。この打球はフライになっています。抑えてワンアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。さあそしてこのチャンスで打席には6番の石川が入っています。これが初球、まずは見送ります。ワンボール。内へ、これは決まった。インコースの変化球見ています。変化球打った。ショートが抑えた。一塁アウト。ランナー二塁は変わりません。さあそしてバッターボックスには村松入ります。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。